東海道を名所杖、鈴鹿社、片山神社は、三重県亀山市関町坂下にある神社である。式内社、滋賀県と三重県の県境にあたる、国道1号の鈴鹿トンネル上に位置し、伊勢湾へと流れる鈴鹿川や琵琶湖へと流れる、田村川を眺望できる、鈴鹿峠にある。付近は、豊かな水に恵まれた聖地であり、伊勢神宮へと向かう西が流して、 みそぎを行った鈴鹿系の地で、後に、不撃の都が払いを行う神聖な地ともなった。境内には、鈴鹿流なぎなたじず発生の地位渋みと、高子万吉賢承碑が建てられている。藩士創建年代は不詳。元は、鈴鹿峠の東側に位置する三つ子山を、新大山として、中央の峰に背負りつびめ、左右の峰にそれぞれ、伊吹越と、 即殺涼姫の三神が祭祀されていたが、火災により、鈴鹿富都宮古へと移された。その後も、たびたびの火災に放線を繰り返すと、山と姫命を祀る鈴鹿社と四神合わせて一社となり、坂の上の田村マロ以下五柱を追加して祀る。永仁二年に、現在の立つ上坂の地へと先座され、鈴鹿姫を祀る神社として、坂下塾の氏神となった。 明治40年に鈴鹿峠の鏡岩付近の田村神社が合祀されて現在の形となる。鈴鹿さんは伊勢国と大見国の国境に位置していたことから古代から交通の要衝であった。そのため鈴鹿峠では鬼や盗賊に関する伝説が多く残されている。平安時代末期には宝物集に鈴鹿さんの立江星の名前が見られ鈴鹿の地に伝えられる昔話では 坂の上の田村マロが立江星討伐を命じられた、ものの夫婦となり、二人が亡くなった後に、鈴鹿峠の里の人々が立江星を鈴鹿御前として祭り、田村マロを田村道に祀ったという。奈良絵本、鈴鹿には、鈴鹿の立江星は、鈴鹿の権限と言われ、東海道の守護神となって、往来の旅人の身に代わって守り、この道を行く人はその身の災難を免れるという一文が、 ある。鈴鹿峠の付近では、祭祀用の小皿も多く出土していることから、峠を往来する旅人によって、旅の安全を祈願して手向けられた峠神祭祀の遺跡と推定され、道祖神の性格を持っていたことが伺える。京都祇園祭りの山鉾、鈴鹿山では、鈴鹿権現を祭り、金の絵星に、大なぎなたを持つ女人の姿で表している。鈴鹿峠の鏡岩は、 岩倉として慶都丹波の境に位置する、あたご山の将軍地蔵菩薩同様に、鏡岩に田村将軍を祀ることで、将軍地蔵とみなして、鈴鹿権元と一体になった際の神信仰が古くから存在していた。この信仰が後に、坂の上の田村マロ伝説として、おとぎ蔵師、鈴鹿の宗氏、立江星や、屋上瑠璃、田村三大域で、 田村将軍と鈴鹿御前を夫婦とした、鬼神退治の物語へと繋がったと考えられる。神道州に、川河殿の父母も、神道の法を授かり、伊賀国造宮の鈴鹿大名人となったと、記述があるが、伊賀国造宮は、畑神社とされるため伊勢国三宮の公表記では、ないかとされる。江戸時代に刊行された伊勢三宮名所図への鈴鹿山には、鈴鹿峠の鏡岩を挟んで、 伊勢川に鈴鹿神社が、大見川に田村明神が描かれている。鈴鹿神社には、片山神社、県主の神社といった別名があったと解説文に書かれている。田村神社旧石と掘られた石中には明治40年に片山神社に合祀されたとあり、江戸時代に田村明神と称されていた田村神社は片山神社に合祀されていることがわかる。平成11年、 放果により、本殿を消失。ありがとうございます。